ニコチン酸アミドナヤシンは、ニコチン酸とニコチン酸アミドの総称で、ビタミン B3 とも言う。水溶性ビタミンのビタミン B 複合体の一つである。糖質、脂質、タンパク質の代謝に不可欠である。エネルギー代謝中の酸化還元酵素の補強素として、重要である。循環系、消化系、神経系の働きを促進するなどの働きがある。 通常の食生活では欠乏しがたいものの、トウモロコシが主食の生活圏では欠乏することがあり、ペラグラ、皮膚炎、口内炎、神経炎や下痢などの症状を生じる。過剰症では口調など、内シンフラッシュを生じる。科学的物性は、ニコチン酸に詳しい。生体内においては、内シンはトリプトファンから生合成される。人の場合は、 さらに腸内細菌がトリプトファンからの内野ン合成を行っている。このため、通常の食生活を送る上では欠乏症に陥ることは少ない。トウモロコシを主食とする場合、トウモロコシのトリプトファン含量が少ないため、内野ンとトリプトファンが共に欠乏し、ペラグラなどの欠乏症状を呈する場合がある。また、 ロイシンを非常に多く含むもろこしを主食とする場合、過剰のロイシンにより、キノリン酸ホスホリボシルトランスフェラーゼの阻害が起こり、結果として欠乏症に陥る可能性がある。また、ビタミン B6 欠乏もナイアシン欠乏を促進しうる。ナイアシンは、熱、酸、アルカリ、光いずれに対しても安定ではあるが、水溶性である。調理の際、 煮汁などへの損失に注意しなければならない。NE に換算して表記する。動物性タンパク質に1.4%、植物タンパク質中に1.0%トリプトファンを含むとし、また、トリプトファン 60mg からナイアシン 1mg が生合成されるとし、食品中に含まれるナイアシン顔料に加えて、ナイアシン頭量を算出する。さらに、 摂取エネルギー1 0 0 0カロリーに対し4.8胸を加える。ナイアシンを豊富に含む食品種として以下の成分がナイアシンサプリメントとして販売されている。多彩ではあるが致命的でない症状を示すのが特徴的。注意事項トリプトファンのナイアシンへの変換は動物の場合肝臓にて行われる。などサイクル TRP トリプトファン QA キノリン酸 NA、ニコチン酸 NAM、ニコチン酸モノヌクレオチドノット、ニコチン酸アデニンジヌクレオチドなど、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドなどップ、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸 NR、ニコチンアミドリボシド NMN、ニコチンアミドモノヌクレオチド NAM、ニコチンアミド ADP リボース、ADP リボーストリプトファンは、生体内において、トリプトファンマイナスに。 三次オキシゲナーゼ、アリルホルムアミダーゼ、キヌレニンマイナス3、モノオキシゲナーゼ、キヌレニナーゼ、3、ヒドロキシアントラニル酸マイナス3、四次オキシゲナーゼ及び、非酵素的反応により、キノリン酸に変換される。キノリン酸は、キノリン酸ホスホリボシルトランスフェラーゼの作用により、などサイクルに導入される。なお、これらは、キヌレニン経路の一部を構成している。 キヌレ人形路生体内において、ニコチン酸モノヌクレオチド、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド、ニコチンアミド、ニコチン酸は相互に変換される。これらの変換は、ニコチン酸、ヌクレオチドアデニルトランスフェラーゼ、など、シンテターゼ、などヌクレオシダーゼ、ニコチンアミダーゼ、ニコチン酸ホスホリボシルトランスフェラーゼにより、形成される、回路上で行われる。内野心は、 ニコチン酸ビタミンの略称であるが、この名称は、元のニコチン酸という言葉が有害物質である、ニコチンと混同されるのを避けるためにつけられた。結核菌は、他の抗酸菌と比較して、多量の内野ンを産生する性質があり、この性質を利用した、結核菌と、その他の抗酸菌を判別する試験を、内野ン試験と呼ぶ。ありがとうございます。